光の色を変えるだけでもオンとオフの切り替えというのは手軽にできるようになりますおうちキャンプ、照明の計画はでですすね、実はとてもシンプルです家を建てる時には5年後、10年後というライフスタイルの変化に備えるということも大切ですパナソニックで叶えるこれからの暮らし、オンラインセミナーへようこそ。 ライティング事業部の日高と申しますエナジーシステム事業部の加藤と申します同じくエナジーシステム事業部の青根と申します暮らし方が大きく変わりおうちで過ごす時間が増えている中で家で仕事をすることも増えていますよね加藤さんはいそうですね実際に7割以上の方が今後も在宅勤務を取り入れたいと回答していますしかし在宅勤務の環境を作るのは難しいですよね青根さん はい、そうですね。実際に頂い,いているお困りごととしましても専用空間が欲しいであったりオン・オフの切り替えがしたいというようなご要望を頂い,いており私自身もすごく感じているポイントでもあります。ということで今回は「働く」ということにフォーカスをして明かりと配線と IoT でかなえるこれからの暮らしをご提案させていただきます。 それでは、先ほどありましたとおりアンケートの結果からオン・オフの切り替えがしづらいという声が多数ありましたのでそれについいててのごご提案をご紹介していきます。まず明かりの切り替えですけれども在宅ワークがしやすい環境を作っていくためには仕事をする時とその後のリラックスタイムという時間帯に合わせて光の色を切り替えていくことに大きな意味があります。 パナソニックにはシンクロ調色という商品がございます。こちらはライトコントローラー1ボリュームで電球色から中光色まで幅広い光を出すことができます。こういったものをお使いいただきますことで、仕事の時とリラックスタイムの切り替えというのが手軽にできるようになります。 光の色を変えるだけでもオンとオフの切り替えというのは簡単にできるので予算的にどうしてもシンクロ朝食が厳しい場合はより手軽に光色を切り替えるフララットランププのの光色切り替えタイプというのがおすすめです。めで特にフラットランプはお客様自身でお取り替えをしていただくことができるので非常に便利で安心な明かりとなります。 次に在宅ススペースについいてのごご紹介でございます在宅ワークを行う場所というのは専用の書斎であったり書斎コーナーそういったカウンターを設ける場合とダイニングやリビングテーブルの上で行う場合というのがあると思います。ポイントとしましまては 仕事時間とプライベートの切り替えができるように光の色を変えるということにやはり大きな意味があります。もう一つはワークスタイルの内容に合わせて手元照度を選ぶとということも大切です。特に読み書きが中心になるようなデスクワークそういったことをしっかりと行う場合には506度の照度が必要になります。この場合デスクスタンドを併用していただきますと非常に省エネになりますので有効な アイテムになろうかと思います。またパソコンなどデジタル機器をメインとしてお仕事をされる場合には200から300ルクス程度の明かりがあればいいとされております。 こちらの明るさの確保を考える上では空間全体ととと作業面いいいいうのを必ず分けてて考えたただきたいと思います。特に専用スペースでお仕事をされる場合にはベースの明かりに対して背中を向けてしまうというようなことが非常に多くありますので必ず手元の明かりを確保して作業面の明かりを追加をしていただくようにお願いいたします。まずこちらの事例です。 こちらはワークスペースの明かりとして、仕事の時間とプライベートが切り替えられるように、シンクロ調色をご提案しています。手元と空間全体の照明で環境を切り替えるということができるように、手元照明はタスク照明として、環境光にはアンビエント光というのを取り入れています。ワークスタイルに合わせて手元照度を選ぶというのも大事なポイントになります。 もう一つ、こちらの事例は、ワークスペースの建築家照明を併用した事例です。こちらには、シンクロ調色を使った建築家照明と、就効タイプのダウンライトを使っています。このように、緩やかに空間に間仕切り壁を立てた場合に、そういったところに建築家照明を仕込んでいきます。こういった明かりを、いくつもですね、 スイッチで毎回切り替えるというのは非常にやりにくいということになりますのでアドバンスリンクプラスを使うと簡単にシーンの切り替えができますよねはい、そうですねアドバンスリンクプラスならブルートゥースでスイッチとスマホがつながるため手軽に照明器具を操作できます先ほど日高さんがおっしゃっておられましたシーン作りもアドバンスリンクプラスなら簡単にできます 同じ場所の照明器具を仕事モードくつろぎモードをスマートフォンで設定しておけばその時に合わせたシーンをワンタッチで再現ができますさらにタイマー機能を使えば設定した時刻で自動的に明かりを切り替えることも可能です例えば新タイマーを利用して始業時刻に仕事モード就業時刻にくつろぎモードを設定しておけば就業時間を明かりから整えることができます 続きましてシンクロ朝食以外にもいろんな器具がありますのでそういったものをご紹介していきます例えばこちらスピーカーカ付きダウンライトです仕事中は音楽があった方が仕事が非常にしやすいという方もいらっしゃいますのでそういったところにおすすめできる商品となりますもう一つこちらの方はカウンターの正面のところに室内窓がある事例です このパターンの場合にはホームアーキの広角タイプのダウンライトをお使いいただきますとまぶしさを抑えながら窓に光が映り込むといったこともありませんので壁面の輝度比を和らげながらカウンター全体を優しく照らすすとということができます光色を変えることはできませんけれどもワークスペースには非常に最適な光環境を作ることができます。 さらにこちらの事例ですと、関節鋼のブラケットも加えたご提案となっておりまして、しっかりと眩しさに配慮された、そういった事例となっております。ここでホームワーキーを少しご紹介させていただきます。ホームワーキーの特徴としましては、非常に天井に馴染みやすいというような設計がされております。一般のダウンライトの枠と、 混ぜてて配当してもです、ね、ダウンライトが非常に目立たないためにポイント使いとして使っていただいてもおすすめな商品となります例えばこちらがカウンターのところに本間空キの60型広角タイプを使った事例ですしっかりとカウンターの全体に光を優しく広げてくれるというような光になります。またたこういったカウンター空間の場合に ハイサッシのフィックス窓がああるような場合もありますこういったところはですね壁からの反射光が得られにくいというような状況になりやすいですが作業面にもしっかりと光を届けることができるのでホームアーキのソフトグレアレスをぜひご提案いただければよろしいかと思います。 続きましてワークスペースの明かりとしまして就行タイプのダウンライトですとか、えー、比較的距離の近い建築家照明というのは、えー、手元照度が確保しやすいので非常におすすめな明かりとなりますただし、えー、60型の拡散のダウンライトですと少し手元照度が足らないということになりますので、えー、読み書きを重視するような空間であればですねやはり500ルクス程度の照度が必要ですので、えー、スタンドをプラスアルファ ししていいいただくのがよろしいかと思います続きましてこのワークスペースをダウンライトでご提案をされる場合どの位置に配当するのがいいかというところでございますけれども人に対して影が出やすい場所というのがありますのでダウンライトの取り付ける位置はなるべくカウンターの中央に近いようなところに配置をしていただくのがおすすめかと思います。 またここのののカウウンンターーところにユニバーサルダウンライトを使っていただくのもおすすめです。めで読みかけ系のお仕事の場合には利き手の逆斜めから照射いただく PC 作業の場合にはカウンターの一番奥の部分を照らしていただいて間接光になるようにご提案いただくのがよろしいかと思います。 また少しですね影が気になるかもしれませんがユニバーサルタイプを頭上からお使いいただければ影が出る心配というのもありませんので特にですね PC 作業の場合はあまり前傾姿勢にはならないというところもありますのでそういったところは安心していただければいいんではないかと思います。照度で見ていただきますと 読み書き系の場合はですね、最大照度,がつ程度出てまいりえす。PC 作業の場合には少し照度が高くなりすぎてしまうと PC からの反射で少しまぶしく感じられるという場合がありますので最大照度の位置をですね作業面から奥外ずらすということがポイントになってきます。またですね、この カウンタースペースのところにペンダントを吊るしたいというようなご要望もあります不透過の精度をお使いになられますと非常に気度比が強くなってしまいますので眩しさが気になりますそういったところにはですね60型の拡散タイプのダウンライトを追加していただきますことで気度比が和らいでいきますのでおすすめになりますこういったカウンターでテレワークを していく場合ですね照明器具以外にもコンセント周りの環境というのは大事ですよね加藤さんはいそうですねカウンターをワークスペースにするときコンセント周りにも注目した方がより便利で快適な空間を作ることができます特に昨今では有線 LAN の通信安定性が最注目されています有線 LAN で通信の安定性を確保したい場合 デスクの高さに LAN ケーブルがさせるモジュラージャックがあるといいですよね。でも、カウンタースペースで常に視界に入るのであれば、やはりデザインにもこだわりたいですよね。そこで、カウンターのコンセント設備にはエスプレートがおすすめです。横長でスリムなプレートの中に、コンセントや LAN モジュラージャックなど様々な記号を組み込むことが可能です。すっきりかつ機能的な配線環境をご提供します。 続きまして働きながら家事を楽にしていく方法をご説明します在宅ワーク中に宅配便が届いた時対応ができないという状況もあるかと思いますそんな時は宅配ボックスで対応することもできます ISEG2 があれば荷物のお届けをスマートフォンに通知してくれるので取り忘れの防止につながりますまたついつい仕事に集中して 仕事終了時刻に気付かないことも多々あるかと思います iSEG2 のタイマー設定を設定しておけば仕事の終わりを照明の原稿などでお知らせをしてくれます。また炊飯器のスイッチの入れ忘れもお知らせしてくれるのでご飯の炊き忘れを通知してくれて気がかりを解消してくれますさらには在宅ワークでおうち時間が増えると電気代も増加しますよね2があれば、 電気の使いすぎをスマートフォンに通知してくれたりエアコン稼働中には外気温の変化もお知らせしてくれるので節電意識を促してくれます iSEG2 で生活の中のそれぞれのシーンの設定をしておけばスマートフォンや iSEG2 から家の中の機器をまとめて操作することができますので時短につながりますさらに1つの明かりでお部屋を照らすのではなく シンフォニーライティングでいくつかの明かりを組み合わせて必要な場所に配置そして必要な時に必要な明かりを点灯することで快適な明かりで過ごしながら電気代を抑えることができますお家で働く方も増えてきているのでなるべく快適な環境でお仕事をしたり家事なども効率的にしたいですよね。ぜひこれからのご提案にお役立てください Sonic.